でもまあそれ以外の普通の例えば小児型とかあるいは歯医者さんとかっていうのは、やっぱりまあ収入減ってると、まあ、もう患者数も減ってれば収入も減ってるというふうなことですね。はい、皆さんこんにちは。ファミリー小林です。今日はですね、まあ新型肺炎が、ようやく、まあ、落ち着いてきたかな、というような感じなところ。まあ、北九州の方で、まあ、ちょっとクラスターが発生した、という、まあ、話はありますけども、ただ、今後、そういったように、新型肺炎ですね、この新型コロナウイルスと共存していかなければいけない、というふうな、また新たなステップに、まあ、この6月1日、踏み出したわけなんですけどね。で、まあ、この、まあ、医療関係者、お医者さん、あるいは、看護婦さん、まあ、皆さんとてもよく頑張ってると思います。でですね、今日はですね、この医療関係、医療関係者、お医者さんだとか、まあそういった人たちの話なんですけども、実はですね、新型肺炎の、新型肺炎にかかる、まあ、医者、病院っていうのは、まあ結構医療崩壊が、まあ、されるだろう、されないだろうって言って、結構まあ、瀬戸際にあったんですよね。まあ今はだいぶ落ち着いてきたんですか、じゃないですかね。まあ東京都が借り上げたホテルもなんかあまりに余ってるみたいなことなんか聞きましたけどもね。ということで、まあ医療崩壊まではまあ行きませんでしたけども、その新型肺炎にまあ関係してるそのお医者さん以外の、例えば小児科だとか、耳鼻科だとか、といったまあ普通のその街のそのお医者さんですよね。の、このお医者さんの収入が激減してるという話なんですよ。まあ、しょうがないっちゃしょうがないですけどね。で、これは産経新聞の記事なんですけどもね。ちょっと読んでいきたいと思います。開業医、収入減った9割。大阪、コロナで受診控えと。ですね、これは大阪で、アンケートを取ったんですね。その答えなんですけども、実にその9割の方が、4月の保険診療収入が前年同月比よりも減ったって答えてるんですね。まあまあ自粛要請してるんでね、外にもまあまあ出たくないと。で、まあ、まあ出ることもできないと。まあ、それに出てもまあ、移されると悪いからまあまあ出たくないと。まあいうこと。まあその他にも、ここにも書いてあるんですけども、感染を恐れて受診を控える動きがまあ要因だったんじゃないかと。いうふうなことが言われてます。その病院の中に入ったら、また感染するんじゃないか、いっぱいいますからね。それにやっぱり残念なことに、やっぱり病院からクラスターが発生したという、そういったことが何件かありましたからね。まあそうなんですけどもね。で、経営悪化で変院、だから病院を閉めちゃう。を検討している開業医もいると言われるらしいです。そうですね。これはですね、大阪府保険医協会、大阪府保険医協会、が、まあ、調べたところらしいんですけどね。で、同協会は、地域医療に影響を及ぼしかねないと、懸念してるということなんですね。まあ、それはそうでしょうね。でですね、アンケートなんですけども、この 90% に当たる、まあ、約、その、大阪の、その、3800箇所、に、そのアンケート用紙を送ったらしいんですね。で、5月20日までに、その、516箇所から、まあ、回答を得たということなんですね。でですね、90% に当たる465箇所が収入が減ったと。で、減収の割合を尋ねると 20% 以上が半数を超えたと。だから 20% の半数が、収入、その前年同月期に比べれば、20% 減ったよと、ことです。で、やっぱり耳鼻科や小児科で減収幅が大きいケースが目立ったっていうんですね。もう、やっぱり子供を扱いますからね、子供への感染や、あるいはくしゃみなどによる飛沫感染に不安があったためと見られる。子供に感染させたくないとか、ということで、まあ、耳鼻科とか小児科にはあんまり行かなくなった。で、あと、くしゃみ、行った時もくしゃみでパーンって、まあ、いっぱいいますからね、患者さん。なんだかんだ言ってもやっぱいますから。それによる、まあ、感染、もう避けたいなということで、まあ、行かなくなったと。まあ、いうことで、そうですか。やっぱり、減少しちゃいますよね。でですね、まあ、今、病院の話なんですけど、実はですね、アメリカの方で、新型肺炎に罹患するリスクの高い職業ランキングっていうのが発表されたんですよ。
で、そのランキングで1位がですね、歯科衛生士なんですよね。で、3位に歯科助手。で、4位が歯科医ということで、その上位、まあ、4つのうちの3つが、その、まあ、歯医者さん関係で埋められちゃったんですよね。でですね、まあ、実際歯医者さんからクラスターが発生したなんて聞いたことないですよね。病院はあります。院内感染で、まあ、クラスター発生したっていうのは聞いたことありますけども。歯医者さんで、なんか、クラスター発生したと聞いたことないですよね。でですね、やっぱり歯医者さんっていうのは、その、あれなんですよね。なんでか虫歯にしろ、歯周病にしろ、まあ、そういったものでも、結構、こう、感染病なんですよね。だから感染病対策がしっかりしてるから、むしろ逆に、それほど、なんていうかな、その新型肺炎に、罹患する、まあ、ことはなかったんじゃないかっていう話なんですよね。やはり、その感染症の対策、しっかりやってると。もう、常日頃、まあ、手袋とか、まあ、使い捨てとかして、まあ、しょっちゅうやってましたね。私も歯医者行って、まあ、歯医者行って、その、歯周病とか治してもらった去年、あるいは、まあ、3年前ですか、3年前虫歯なんかしも治してもらってましたけども、もう、しょっちゅうあれですよね。手袋をもう、一回やったら捨てですからね。そういったふうなことで、まあ、感染病対策っていうのは、もう、おのずと、まあ、やってた。しかし、やっぱり、だいたい目鼻口から、あれですからね。あと、飛沫感染だ、口から、まあ、あれで、まあ、映りますからね。やっぱり、口を扱うその歯医者さんには非常にリスキーですよね。と、まあ、リスキーな割には、まあ、そういうふうにクラスターがなかったということなんですけども、じゃあ実際収入はどうだったのか、ここでもあるんですよ。実はこれ毎日新聞で、ですね、5月20日に配信された毎日新聞のウェブ版からなんですけども、これもまた大阪府、歯科保険医協会ですね。でですね、開業医に、2833人にアンケートを調査したんです。その結果なんですけども、やはり、97%、4月の、外来患者について 97% が、同月比で減ったと回答します。歯医者さんですね。歯医者さん。もうほぼほぼ 100% がまあ減ったと。で、このうち 21% が5割以上。5割以上ですか。で、8% が7割以上減ったとしてると。おぉ、すごいですね。まあ、歯医者さん5つあるうちのその1つ、5つのうちの1つは、もう、半分以上減ってると。で、まあ、10か11あるうちの1つは、7割、減だと。いうことらしいです。やはりその感染リスクへの恐怖を背景とした、患者の受診控えと医療機関側の診療制限が主な理由という。やっぱりその歯医者さんの方でもこう時間短くしてそれでまあやるというふうなことを、まああったんでしょうね。自粛要請してるからそんなにもうお客さん来ないっていうこともあったんで、ということも考えたとも、まあ思うんですけどね。でですね、まあ患者の激減で約半数が保険診療収入が3割以上減ったとしているということです。でですね、まあ会長さんは、このままでは歯科医療が成り立たなくなってしまうと危機感を示したと。まあ大体今病院にしろ歯医者さんにしろ、まあ激減していると。その新型肺炎に携わってる病院だとか、その、お医者さんとかはまあ忙しいでしょう。もう本当にもう忙しいでしょう。でもまあそれ以外の普通の例えば小児型とか、あるいは歯医者さんとかっていうのは、やっぱりまあ収入減ってると、まあ、患者数も減ってれば収入も減ってるというふうなことですね。もう元々まあ想像はついたんですけどね。まあそんなことはよく言われてたんですけどね。でまあ今日6月1日ですけども、まあこれからまあどうなるでしょうかね。まあ徐々にね、まあ今まで吐いたら我慢して、してた人がガーって6月に行って、まあね、V 字回復、まあしてもらえればまあいいですけど、ただまあ、ぶっちゃけ、まあ病院とか歯医者って、まあ行かないに越したことないんでね、普通の人間。こう言っちゃあれですけども。
ただなんか今月は、6月はその4月5月我慢した人がいると思うんでね、それが6月ガーっていっちゃうような感じがしますけどね。まあこれでね、6月で、まあ4月5月分、まあ取り戻してもらいたいとは思いますけどもね。歯医者さんの場合は、まああまりにも歯医者の数が多くすぎて、あんまりまあ儲からないみたいなことはまあ聞いてるんですけどね。まあどうなんでしょうかね。まあ同じ、まあ病院だから、ちょっとは患者増えてるのかなと思ったけども、全然違いましたね。まあとりあえず医療崩壊、まあしないように、新型肺炎の方では医療崩壊しないように。で、他のところでは、まあまあ普通の我々日本国民、痛いの我慢しないでね、まあお医者さんに行くとか、もうこれからも多分、まあ行きやすくなると思うんでね。そういった風な感じで、まあこれから徐々に暖かくなるし、基礎体力もまあつくついてくるんでね。これからまあちょっと健康的に、生活していきたいと思います。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。